素性を知らずにいた頃、妖者の出現に勢いを得た妖魔軍は人間たちの一大拠点、織田平の清盛を主力とする妖魔軍は優勢に戦いを進めていたが、人間の抵抗は長引く戦局に見ずしたち妖魔の将は苛立ち始めていた。せめてもう一人優れた将がいれば、そして悠然と戦場に立つ酒呑童子、異様な雰囲気に興味を覚えたよう。なんだあいつ。見ぬ顔だ、お前たち。貴様、この水地様に報告。こいつらを連れて、あの城の東で暴れてこい。いいな。そんなことは、私が何者であるか分かるよ。もちろんだ。ほら、行ってこい。四天堂氏、どこの馬の骨か知らんが、おとりにはちょうどいい。俺は城の西側に潜む年や。敵がおとりに食いついたら一気に攻め潰してやる。知略でお前を倒す。敵将一去った。貨幣で城攻めを図るとは思え。東はおとり、本体は別にあるはず。敵本体が伏しているとすれば、西側か攻撃を狙っているのでしょう。格好撃破が上等か。攻撃される前に東の敵を一気に叩くぞ。敵の注意が東に向き始めたか。ああ、もう少し様子を見た方がいいな。
を感じます。敵の本体が潜んでいた。開門せよ。一気に敵の本体を叩くのぞ。私の目を引いて離せ。実力よ。我らの勝利。なかなかや。おい、貴様、なんとか答えろ。何よ、話が通じぬよ。まあよいわ。貴様は己がならば、俺の下で働く。承知した。お前に